お腹の爆弾。公園からの帰り道、 K 君のお腹の中には爆弾が入っていました。この爆弾はトイレに行けばきれいさっぱりなくなります。でも外で爆発したら大変なことになるのです。早く家に帰らなきゃ。 K 君はお腹を抱えてもじもじ早歩き。そんなこととは知らないママと弟は楽しそうに後ろをゆっくり歩いています。あ、見て見て、バッタがいるよ。弟は草むらで虫探しに夢中になり始めました。おいおい、なんてこった。道草してたら爆弾が爆発しちゃうよ。しばらくして弟が飽きると、 K 君は弟の手を握って歩き出しました。お腹の爆弾はゴロゴロ言っています。もう爆発しちゃう。 K 君はもじもじさらに早歩き。家まであと半分くらいというところまで来ると、あら、スーパーで特売の時間だわ。ママはスーパーの中へ吸い込まれていきました。おいおい、ママもか、なんてこった。公園を出るときにトイレに行きなさいとママに言われた K 君はお腹の爆弾のことは言えません。少しゴロゴロ鳴っていたのですが、面倒くさくて行かなかったのです。スーパーで楽しそうに買い物するママと弟とは逆に、 K 君は汗がダラダラ出てきました。あの時トイレ行っておけばよかった。そんなことばかり考えながら爆弾を抱えて一緒にスーパーを回りました。ようやくスーパーを出ると、 K 君は唇をぎゅっと噛みしめているので声を出すこともありません。どうしたの？具合悪い？心配されても首を小さく振るだけです。ようやく家へ帰ってきた K 君、急いでトイレへ駆け込もうとすると、おしっこ漏れちゃう。弟が先にトイレへ飛び込みました。おいおい、こんなに我慢してきたのに、なんてこった。もう限界、爆発寸前。トイレから弟が出てくると、 K 君はものすごい勢いで駆け込み、ふう、お腹の爆弾はなんとか爆発せずに済みました。もうお腹に爆弾を抱えるのはこりごりだ。おしまい。おならがしたい。友達みんなで遊んでいたルルちゃん、大きな声で笑うとプーッとおならが出てしまいました。はあ、ルルちゃんおならした。ナオくんは鼻をつまむまねっこをして笑います。するとみるみるうちにルルちゃんの顔は赤くなり、それを見たナオくんは、ルルちゃん真っ赤かと笑いました。ルルちゃんの顔はますます赤くなってしまい、それを見てまた笑おうとしたナオくん。でもその瞬間、うっ、おならが出そうになりました。ルルちゃんを笑ったのに自分もおならはできないと思ったナオくん。我慢しなくっちゃ。顔を赤くして
下を向いてしまいました。おならを我慢しているとどんどんお腹が痛くなっていきます。大丈夫？みんなが心配してくれてもおならがしたいなんて言えません。どんどん痛くなっていくお腹に耐えられなくなったナオくんはついにプーッとおならを出しました。大きなおならにみんなはびっくり。ナオくんは大粒の涙をポロリ。でも、おならなんて恥ずかしくないよ。ナオくん、もう大丈夫？誰もナオくんのおならを笑ったりからかったりしませんでした。するとナオくんはもっと涙が出てきました。ルルちゃん、さっきはからかってごめんね。ナオくんがルルちゃんに謝ると、ルルちゃんは、うん、いいよ。と小さくうなずきました。おならはね、我慢するとお腹が痛くなっちゃうから、我慢しちゃいけないってママが言ってたよ。でもさ、できればトイレでした方がいいんだよね。みんなとおなら話で盛り上がった後、もうおならを笑ったりしないし、我慢もしないよ。ナオくんはそう言うと、また楽しく遊び始めました。おしまい。我慢してたら。一年生になったばかりのさくらちゃんは、休み時間にうんちがしたくてもじもじしていました。でも、学校のトイレでうんちをするのが恥ずかしくて、なかなか言い出せません。どうしよう。このまま我慢してたら、うんちしたくなくなるかな。そう思いながら、休み時間にもじもじしたままブランコをしていると、いつの間にかうんちをしたくなくなりました。ああ、よかった。さくらちゃんはほっと一安心。でも、授業が始まると、またもじもじうんちがしたくなってきました。また我慢してたら大丈夫かな。さくらちゃんはお腹を抑えながら勉強を続けましたが、なかなかもじもじはなくなりません。さくらちゃんはうんちがしたくて、授業どころじゃなくなってしまいました。そのうちにお腹が痛くなってきて、顔から汗が出てくると、どうしたの？さくらちゃんの様子に気がついた先生が声をかけてきました。お腹痛い。そう言うと、さくらちゃんは一緒に保健室へ行くことになりました。保健室の先生が、お腹のどのあたりが痛い？お腹を触りました。お腹を触られたさくらちゃんは、もう我慢の限界です。うんち出ちゃう。お腹を押さえたまま、さくらちゃんはポロポロ泣き出しました。うんち我慢してたのね。お腹が痛い原因が分かった先生は、急いでトイレへ連れて行ってくれました。無事にうんちを済ませたさくらちゃんは、少し保健室で休むことにしました。どうしてトイレに行かなかったのかな？先生に聞かれたさくらちゃんは、学校でうんちをすることが恥ずかしかったことを話しました。先生は、そっかそっか、と優しく頭を撫でてくれました。
うんちを我慢するとね、お腹が痛くなっちゃったり、そのせいで気持ちが悪くなっちゃったり、うんちが固くなって出てこれなくなったり、自分が辛いことが増えちゃうの。それは嫌。さくらちゃんは少し怖くなって下を向きました。先生はまた頭を撫でるとにっこり笑顔で続けました。うんちを我慢しなければ大丈夫よ。さくらちゃんが小さくうなずくと先生は続けます。さくらちゃんは友達や先生がうんちしてたら恥ずかしいことしてるって思う？さくらちゃんは首を振りました。そうだよね、生き物はみんなうんちをするから決して恥ずかしいことじゃないからね。先生の笑顔と言葉でさくらちゃんは元気が出てきました。お腹痛くなるのもう嫌だから、今度からは我慢しないようにする。さくらちゃんはそう先生と約束をすると元気に教室へ戻っていきました。おしまい。トイレじゃないもん。家族で買い物に来ていたみゆちゃんは途中でもじもじトイレに行きたくなりました。いろいろなものがあって楽しいみゆちゃんは、おトイレ行く？ママに聞かれても、トイレじゃないもん、そう言ってなかなかトイレへ行きません。おもちゃ売り場でももじもじ、おトイレ行く？トイレじゃないもん。お菓子売り場でももじもじ、おトイレ行く？トイレじゃないもん。何度聞いてもその繰り返しです。でもみゆちゃん、外へ出た瞬間にトイレ漏れちゃうと泣き出しました。急いでお店へ戻って、もう限界ギリギリでトイレに入り、なんとか間に合ったみゆちゃん。我慢できたことがすごいことだと勘違いしてしまったようです。次の日、公園のブランコに乗っていたみゆちゃんはトイレに行きたくなってもじもじ、おトイレ行く？ママに聞かれても、まだ遊んでいたいみゆちゃんは、トイレじゃないもん、やっぱりトイレに行きません。昨日我慢できたし、きっと今日も我慢できるもん、そう思ったみゆちゃんは滑り台を滑りながらもじもじ、おトイレ行く？トイレじゃないもん。鉄棒をしながらもじもじ、おトイレ行く？トイレじゃないもん。そのままずっとトイレへ行かなかったみゆちゃん。砂場で遊んでいるともう漏れそうになってしまいました。やっぱりトイレ漏れそう。急いでトイレに向かいますが、なんとトイレは故障中。もう漏れちゃうよ。公園にトイレは一つしかなかったので、そのまま漏らしてしまい、泣きながら家へと帰りました。どうしてまた我慢しちゃったの？昨日我慢しても漏らさなかったから、今日も大丈夫だと思ったんだもん。そっか。でもね、
いつでもどこでもすぐにトイレに行けるわけじゃないからね。トイレがないかもしれないし、うんと遠くにあるかもしれないし、人が並んでいたり、今日みたいに故障で使えなかったりするかもしれないのよ。うん、どうして早くトイレに行かないといけないのかよくわかった。トイレに行けるのに我慢することはすごいことじゃなかった。みゆちゃんは着替えてすっきりすると、もうトイレは我慢しないと約束しました。次の日、ドライブに出かけたみゆちゃん。ほんの少しトイレに行きたくなるとすぐに、トイレ行く。ママとパパに教えて、我慢しないでトイレへ行くことができるようになりました。おしまい。お話は面白かったぶ？このお話の絵本が欲しい子は、動画の説明欄を見てぶ？グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。